ちょっとやめてよいきなり。はい、1ゲームでチャンスもいきました。で背景が赤くなったんで赤 B ビデオが開くですね。熱い広角での、強チェリー珍しいよね、それ。これ当たってんじゃない、最強チェリー的なあれ。初めて見る。さて始まりました、ジャンジャンクエスト2、はい、シーズン2、シーズン2第1戦、都合、ジャンジャンクエスト2、4戦目とですね、ということで今回は、私梅谷慎、そして正人さん。違います。朝一から人の名前間違えるのやめてもらっていいですか。誠です。はい、の2人で、はい、やることになったんですけれども、はい、今回は、ジャンジャンデルノザウルスクキインターテンに、やってまいりました。やってまいりましたね、はい、なんで見たの。名前が書いてあるからさ、分かりやすいかなと思って。はい、ジャンジャンデルノザウルスね、はい、はい、ということで、まあ、4戦目とと、はい、いうことで、すでに、参戦してるんですけれども、ね、1戦目で、結構ね、しっかり、美香ちゃんと浩二さんが勝って、ましたね、両者はその後なんか名前忘れてるゴミ4人が負けたらしいんでひどい。ケンちゃんとかララちゃんとか、そう、ヒョウ君とかララさん、ヒョウ君、はい、ケンちゃん、ララちゃんコンビがは、ちょっと負けたということで、はい、まあちょっとね、もうこのままこう3連敗すると非常に、流れが良くないんで、良くないですね、まあ、勝ちに行きたいんですけれども、勝ちに行きたい、まあ、ただ収支的には、まだまだ勝ってて、まあ、今回僕らで下手したらデルちゃん倒せるかもしれないんで、 そうだね、そこが目標だからね。そうなんですよ、はい、まあ、とりあえずここで、まあ、デルちゃんを、はい、倒してしまおうとですね、はい、ということで、まあ、昨日一応下見は来たんですよね、はい、来ました、はい、10時前ぐらいかな。そうですね、で、まあ、僕は結構こうベタな機種を狙うっていうところで、はい、まあ、お店としてやっぱりすごい台数の多いバントツー、はい、熱いかなと思って、まあ、一応その初めて来るお店なんで分かんないなりに下見をしたんですけれども、はい、うん、皆さんも、あ、いいもん持ってるじゃん。ちょっと多分読めないと思って、そう、ね、寄らなくていいですね、字が汚くて有名なんで。一応ですね、はい、番長2のゲーム数そして狙い台っていうのを絞ったんで、まあ、せっかくだったらじゃあ取れたら並びで打ちますか。そうですね、はい、せっかく2人になって ねこの企画もね、うん、まあ、もし取れたら並びの狙い台を取ろうかなと、はい、思っているんですけれども、一応9時に、整理券配布、10時開店で9時に整理券配布で、はい、僕ら、まあ、8時半ぐらいに並んだんですけれども、ね、一応12番と13番、13番、ね、13と誠13いや違います、そういうのついてない、なので、はい、まあ、取れるかなと、もし並びで取れなかったとしてもまあまあ狙い台には何かしら座れると思うんで、せめてデルちゃんに人たちは外せたいの、まあ、誠ちゃんはさ、ほらジャンジャンクエスト初めてかもしれないですけど、コッピとかやられてるんで。やられてましたね、はい、シーズン1では、はい、なので、今回はぜひギャフンと言わされてもギャフンって鳴くのかなこの人でも言いそうだよ、うん、恐竜ってギャフンって言うと、じゃあギャフンと言わせてやります、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。誰も走らない、梅谷さんについていく形で、この3台のどれか、それ、はいはい、一応ですね、この3台に並んで入りそうだなという僕の、こっちにしないちょっと1個ずれない、え、なるべくさ、まあ、それが当たりだったりするんだけど、ちょっと朝からやめてよ、まあ、ということで僕の方はですね一生分が誇る勝ち組の梅谷慎さんにね、おんぶに抱っこの形で台を選びました。そういうのやめてよ。まあ、梅谷君曰くこの3台の並びが、まあ、なん今日は来てると、なんとなくその、まあ、並びで入れそうだなという気がしたのがここなんですね、うん、あとあれだよね、これは俺も気づいたんだけど、角寄りの台が、まあ、昨日見た段階ではそう、これもすごい機能出てたんですよ、まあ、そうなんですよ、良さげだったなと。なんで、まあ、そういう意味でも、うん、まあ、角寄りの、うん、そして入り口に近い、そうだね、そういうのってね結構重要だったり、目立つ意味では中央の方がいいかなって気もしたんだけど、とりあえず今回並びでまず打とうっていうことなんで、そうですね、泣く泣く、
泣く泣くえ、はい、嫌いなの俺のこと。いや、あんまりね。嘘だ、やめてよ、そういう番組でカミングアウトみたいなのやめてよ。それではスタートしたいと思います。まずは変更してるかどうかっていうと、ちょっとやめてよいきなり。はい、1ゲームでチャンス目いきました。当たらないでほしいな、変更わかんなくなっちゃうから。何なの、2ゲーム連続チャンス目いった。ここ当たってほしくないですね。あれ、前兆がないんで当たってません。どっちも番長打つ、ね、人的にはもう当たり前のことだと思いますが、朝一64ゲーム以内にフェイクに行けば、絶対変更が濃厚になると。なんでまず朝一はフェイクが発生するか否か、まあ、そこに注目して立ち回っていきたいなと思うんですけれども、まあ、今現在のゲーム数というのを確認しながら打つのが番長のあり方だと思うんですけど、今ベルが入賞して、トップランプが白く光ったんで降格ですね。28ゲームで前兆確認して34ゲームで、対決になってると。まあ、当然ですけどここでは負けて特訓に突入するかな。チャンス目引きましたね。36でチャンス目。お、早くもジョーダンベル2回目だ。左第一ベル2回目ですね。で今白フラッシュだったんでやはりまだ降格中と。フェイクっぽいですね。おお、強制リード。返されたか。当たりはしませんでしたけど設定変更は確認ができたんで、まあ基本その肌当たりを引くまでこの台で粘ってみたいなと思います。設定変更を確認できた後に何だこの出目、俺この出目見たことないんですけど、この出目何これ。でもこれ狙ったんでしょ。狙った。わ、滑り込ますが足んなかったわけないか。珍しいよねそれ。これなんか当たってんじゃないの。最強チェリー的なあれ、わかんない初めて見る。まあ強チェリー、まあ出目的にこの右リールの出目が強チェリーの出目なんですけど、まあ中リールちゃんと目押ししてればもう一コマ滑ってくると思うんですよね。だベル、ブランク、弁当みたいな形になると思ってたんですけど、あまりこの出目正式見たことないんで、まあ違うかもしれませんが、もしかしたら最強チェリーの可能性もあるっていう感じですかね。これが3ゲーム目、3ゲーム目8点。おお、もらいましたね。てかやっぱり最強チェリーだったんじゃないですかねこれ。おお、ええこのゲームでチャンス目引いたまあでも、まあ、前兆言ってたんでこのゲームのチャンス目じゃなくてさっきのチェリーで、まあ、当たりにつながると思うんですけど、当たりにつながったんだと思います。
蹴りがつきましたね。ということで76ゲームで引いた多分最強チェリーだと思われるチェリーで、初当たりと。で、まあ、まだ何が出てくるか分からないですけど、設定変更ほぼ確定しているような状況なんで 80% で、まあ、8割赤 BB が出てくるはずです。で、背景が赤くなったんで赤 BB 上が確定ですね。はい、ということで83ゲームでゲーム数解除、そして88ゲームで赤 BB を揃えて最強チェリーで解除だと思います。そして、投資は3000円ですね。この流れは勝てます。まあ、せっかくね、勝てそうな状況なんで割と勝ちにこだわってモードを意識しつつ BB を消化したいなと。ということでミサを選びたいと思います。さあ頼むよミータン、頼むよ。お願いします。まず赤いのから来い、赤いのから来い。あ、ピンク、赤、あ、まあ燃えて、これ熱いよね。燃えねえ。ただまあよし、危ない。まあ当然だよ。よかったよかった、よかったです。スタートダッシュには本当成功してるんでこのまま頑張っていきたいなと思います。気持ちいい。まあ、ここから ART 始まりましたけど、でまあ、まず変更を見抜いていくんですけど、この台の前日のゲーム数がですね107ゲームと、まあ、なので、変更は分かりやすいと思います。ここはやめてほしいな、得点役あんまり行くの。得点役行くとね分かりづらくなっちゃったり、当たっちゃったら分かんなくなっちゃうんで。ただこの、屋上にいるのは、まあ、もしかしたらあの連続演出中に引いた、弱点灯が原因かもしれないんで。ただねこれ熱いっすよ、これチャンス目か、強チェリーです。まあたまにね最強チェリーとか、強弁当もあるんですけど、熱い広角での、強チェリー当たるでしょこれ。まあ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 ね、大丈夫？おーし、まあね、まあ合格強チェリーだ。その100ゲーム内で引いたのも多分合格で強チェリー引いてるんですけども、2回目なんでまあ当たりますよ。いやーよかった。本当はね、テレビなんでいろんな BB 消化した方がいいんですけれども、やっぱりね、ちょっとモードを見抜いていかなきゃいけないということで、まあ、最初はミサオちゃんでやらせてもらいます。
はい、最初ピンクじゃなくていいよ。はい、ピンク。まあピッピーピンクピンク赤レインボーなんで、まあいただきには入りませんでしたけれども、まあまあ悪くないです。レア役が引けないのはしょうがない。ただ残りセット数があるかどうかがすごく大事。ここはお願いします。そうだ、しかもナビもない。はっ、終わる。屋上には行かないっすね。あ、行くか。行きましたね。206で行った。ただこの前に何度かベル引いてて、まあ、白フラッシュなかったんでフェイクかもしれないですね。で今外れ目で枠フラ横ゴンが鳴ったんで、まあ、これで前兆中がほぼ確定かな。208。208で前兆確認して218ゲームで対決。あ、水もかな、水泳か。そしてチャンス目引きましたね。フラッシュ的には広角じゃない方のフラッシュですね。つくか、つくパターンだ。208でいってて特訓に入った。ゲーム数が222。お、まあ発展しそうだな。まあこれはするな。お、まだロード。これ熱い方じゃん、これ当たるじゃん。208で前兆確認できて、でまあ現在、238ゲームで、今このゲームで239ゲームですね。何、あれおかしいな。まあこういうこともありますよね。当たると思ってたのにな。どうしましょう。とりあえず257ゲーム消化して、朝一 BB 引いて、いただきラッシュにつながった手玉が全部飲まれましたね。ただ僕の台まだ投資が3000なんで、前向きに考えたらここでやめる理由はないと思うんですよ。なんで頑張ります。お願いします。おお、まあまあまあまだ期待できますよ。おお、何やってんだよ。まあ今93ゲームなんで、これで連チャンしなかったと。まあ変更強度で200ゲーム台で当たって単発で、次の200ゲーム台抜けると、ここまでは普通に、どんな設定でもあることだと思います。まだ判別もクソもないと思うんですけれども、ただね、僕はジョーダンベルってやつがまだ1回も引いてないんですよ。まあ心の支え程度とはいえ、500ゲームで0回はちょっとな、やだな。ちょっとまあうろうろしてみますか。
何もまだ得られないと思いますけれども、前立腺っぽいな、割と早いゲーム数で当たってる台が多いで、前立じゃないにしろ、まあ、こんだけ変更っぽい台が多いと、まあ、変更のこう変更がイコール打つ根拠になるというのが弱くなるんですよね。はい、いよいよシーズンの第3章に突入。戦うのは我々2人ですね、はい、トータル7戦目もね、はい、我々が出番です、はい、6月7日67ジャンジャンデルノザウルス今一点、ご近所お住まいのパチンコパチトロファンの皆さん、はい、ぜひご来店ください。まあ一応そんな激痛じゃないですけれども、この2台も狙い台なんですよ。でこれ今228でやめてますね。でこれ228だと、まあ、あの200ゲーム台の前兆がまだ終わってないはずなんですよ。なのでこれ今打てば、まあ、ある程度変更も見抜ける、ことになるんで、ちょっとこれしたいと思います。さて2台目、まあ、なんだかんだでですね、もう、1万4000使っちゃってるんで、ちょっとげんなり気味ですけれども、まあ、ただこれまだ200ゲーム台のゾーンが消化できるんで、まあ、ここで当たってくれればてか、まあ変更が分かるっていう、まあ最悪な可能性としてここまで回しても変更じゃないって確信してやめられてるパターンもなきにしもあらずなんですけれども、まあそれはそれで、まあすぐに分かると思うんで。ちなみにこの台の昨日のやめゲーム数がですね101ゲームと、なのでまああと100ゲーム以内に分かると思います。あれ起きなそうだな、前兆起きないですね。さて今299ゲームなんで、ここから昨日と、そのままだったら据え置きだった場合は屋上に行くかもしれない。行った据え置きだな。とりあえずちょっと他の候補台見に行きましょう。まあこの、まあ、もし据え置きだった場合ゾーンなんでもったいないって意見もあるんですけれども、もし今移動先があるんだったらそっちに移った方がいいです。まだね、こう0-0の台が残ってる間にある程度変更見抜いておきたいんだよな。まあ、そういったらね、僕の最初に打ったら変更するんですけどね。ただなんかこう、もう続けられない感じがした。これやるかな。さて、3台目、まあ、一応狙い台のうちの1台でまだボーナスが当たってないんで、しかも、まあ、下見の段階でのやめゲーム数が分かってるんで、これも変更が見抜けます。さて200ゲームにやっと突入したんで、ここでね早めにこう屋上に行ってくれるか、もしくは前兆が起こったし、頼むよ。あーもうやばい、ハテナ、あーもうダメっすね、まあ、おそらく変更もしてないと思います。まあ、最初にちょっと危惧していた通り、前の人はその今日変更だとして考えられるゾーン以外での、まあ、要は90ゲームとか80ゲームから始まった前兆を確認してやめたんじゃないかなと。よし行きましょう。まあ、なんか僕もそうですけど、梅谷君も若干こう下を向いてのねプレーが多くなってきてますが、まだ11時半なんですよ。結果をね、結果をじゃない答えを出すにはねまだ早すぎる。
まあ攻略誌のしかも記事ページだったり、ね、攻略記事を書いてる人間がこんなことも言うのなんですけど、パチスロってやつは気持ちが作用するです。おお、夜行ったよ。気持ちがね、多分に作用するんです。で、今夜背景来ましたけど、まあゾーンの方の攻略と、要はゲーム数の方の攻略と、攻略の攻略がここでぴったり合わさったと、いわゆる超攻略中ですね。ここでレア役を引こう、それがね、気持ちが作用してるっていうのをここでね証明します。マチコ来い。あー終わったっぺ。気持ちが作用してるって言ったばっかりなのに。611、まあ気持ちが作用してますから強く持ってここで当てます。早い早い。まあ夜行ってたんで前兆っぽい演出が出なかったっていう、まあ、出てたっちゃ出てたような気もしますけど、まあ、要は超広角で、まあ、特定薬を示唆するような演出と、まあ、前兆を示唆するような演出が若干こうかぶっていたという感じだと思います。通常時からいただきます。発展しましたね。当たれ、あ、ダメなやつだ。お、頼むで先生、本当に。頼むで、あ、さきちゃんやめて。来いや。あ、よかった。とりあえず首の皮一枚繋がったみたいな感じですかね。で、このゲームで解除したので638ゲーム、ゲーム数解除。で、まあここで、解除したっていうことはですね、通常映画濃厚だと、まあ確定と言っても過言じゃないでしょう。なのでナナを狙えっていうのが来てほしいな。ただいま、おかえり。え、こちらをプレイなさる。あ、はい。あ、なるほど。結局、はい、これと合わせて3台打って2台変更してなかったから。なるほどね。まあ、最初はほら、なんとなく前立腺に近いんじゃないかと思ったら、むしろ変更してる台は素直に熱いかもしれないから。確かに、まださ、まあ、時間も午前中だしさ、うん、下向かずに頑張ろう。頑張るよ。頑張りましょう。まあでもな、別にいい要素はないですよ。変更してたっていうだけですよ。お、ほら、頑張って。最後まで見てやらないもん。まあでも一応長めの前兆にも入りましたね。わっ、何が熱いかって、今チャンス目で連続演出外れたんですけど、チャンス目が連続演出発展したのが2ゲーム目なんですよ。で、
得点役から1ゲーム2ゲーム、この辺りで発展して、外れてそのまま、32ゲームなり16ゲームの前兆に行くことあんまないんですよ、ガセの場合は。なんで熱い。熱い。あ、熱い熱いって言ったら弁当取りこぼしたわ。大丈夫これ。次ね、シエって言ってくれるはず。お、シエは言わなかったけど、王女聖也って言った。お、よかった。よかった。はい。戻ってきてわずか3000で当たりました。チャンス目ですね。バカバカバカ、とどろきのバカ。早く出てきた方がいいよみんな。ああリプレイ来ちゃった。まずいよ、赤くならないのはまずいよ。ああで654ゲームでバーを狙えと言われて黒いのが揃いました。 RB ですね。で、現時点で投資がトータル16本。マチコ先生まで来てくれないと困るというところでチャンス目引きました。あ、遅ればせながら来てくれたよ。マチコダメだ、横コーンが鳴らない。あー鳴らない。そして昇格もしなかった、まあ、ということで RB はそのまま RB のまま昇格せず終了と。しかもマツコ先生まで来ませんでしたね、残念。まあでもここで連チャンしてくれさえすれば、まあ、個人的なそのボーダーを突破してくれるんで連チャンに期待して頑張りましょう。おチャンス目いってたんですよ、積もってましたね。イエス。じゃあいっちゃいますか、本日2発目のいただきラッシュを。さあこれでまだ分からなくなってきましたよ、この台は。何も弾けねえな、絶望的になるぐらい何も弾けないですね。終わりましたね。お、熱い。1ゲーム目からいただきラッシュ終了後1ゲーム目から全長確定の演出が出てるんで引き戻した可能性もあるし、まあゲーム数の方のね全長にいってる可能性もあると。これが極端に早い全長だったりするといただきの引き戻しとかっていう可能性がおっちょ発展するかな。
ね。お、あっち。お、いただきじゃない。お、とりあえず何かしら当たりましたね。66ゲーム。まあ、梅谷さんがこすってくれたんで、こっちが光ると思います。いきます。こっちじゃん。こっちでしたね。また背景黒いまま。ダメだって。ダメだってこの電波系は。さあ79ゲームで RB が当たってくれましたが、連チャンしているのにもかかわらずあまり展開はよろしくないですね。また射程と2人っきりでしたね。そして昇格もせず、おお。さあということで、さっきと似たような流れで、いただきラッシュに当選しましたが、これは引き戻したと。1個前の、いただきラッシュが55ゲームっていうね、短いゲーム数で終わっちゃいましたけど、そいつを、引き戻し抽選に当選したと、そういうことでございますね。こいつはありがたいっすよ。頑張ろう、次こそ頑張ろう。ハイナエイヤ、よしよし。あーひどいね。まあもういないですね。73ゲーム、ここで前兆確認1回もできてないんで、もう96以内はないです。ちょっと、回遊しましょう。またはい、ちょっと打つ台見つからないままですけれども、ちょっと前半戦の方が終了みたいなんで、ここで、一旦終わりとしたいと思います。いや厳しい戦いになってきたな。またしても単発で終わっちゃいましたね。単発じゃねえや、上乗せなしで終わっちゃいましたね。そんなところで前半戦終了の時間が来てしまったということなんで、まあこれにてね、一旦自分を見つめ直す時間に入りたいなと思います。さて、はい、もうダメだね。いやまだ明るいよ。いやなんか嫌な、嫌な感じなんだよ俺。わかる、隣で嫌な感じをすごく出されてました。はい、僕まあ朝一の台は変更してたけど、はいはい、まあ、何もいいところがないんで早めに見切って、で2台、まあ、まだ可能性のある、まあ、0-0 の台を打ちまして、はい、まあ、その台が両方捨て置きということで、だったら変更する台熱いんじゃないかと思って、戻ってきて、はい、でまあRB が当たりまして、バッ、狙えって言われたね。そうそう、誰も出てこずで抜けて、はい、まあやっぱり嫌だなと戻ってきといて、すぐやめたところで、まだ打つ台が見つからず、はい、で終わりと。で今はですね2万円ぐらい負けてるんですけど、まあ、皆さんは知ってる、皆さんは知ってる、そうだ、ね、正確に言う、正確に言う、じゃあ言っといて、2万4、読めないんじゃん2万4千円2万4、ちょっと読めなかったね。そうして、まあ、もうゼロ枚、ゼロ枚対する僕の方はですね、はい、まあ梅谷君におんぶに抱っこな感じで朝一ね、隣の台をしてない、終わっちゃってるからな隣の台を打ちまして、朝一、最強チェリーと思われるねチェリーを引きまして、それが、赤 BB に繋がって、さらにいただきらしくも積もると、うん、出だしはね、本当すごく良かったんですよ、はい、ただそこから、まあ、こちらも鳴かず飛ばずみたいな展開が続きまして、ね、ストレートで終わったもんね。そう、ストレートで終わるし、まあ、200ゲーム、400ゲーム除
ゾーンで当たんないし、はいはい、でまあ、ようやく600ゲームのゾーンで当たったと思いきやバーを狙いですね。でそこでね、疑惑のね、そう、疑惑の、うん、あの KRT、いただきラッシュがついてきたんですよ。で、今何枚ぐらいですか？300枚ぐらいですかね。投資の方は、投資は、1万6000円です。ああ、じゃあまあそう、まだね、まだ目はあると思う。目はあるところで、ちょっと状況は良くないですけれども、はい、まあまあ、あのちょっと今あの、なんだっけ、デルちゃんだっけ、デルちゃん、まあ、やつピキャーって笑ってると思うんですけれども、笑ってちょっとなんかガリってやられてる、ね、そう、ガリってやられてるんですけれども、ここからね、まあ、あの這い上がって、そうですね、まあ、大体の連続エースってさ、叩いたら復活してザクってやるじゃないですか、ああいう感じで、はい、やるつもりなんで、後半戦もぜひ、期待、生温かい目で見てください、はい、それでは次回も絶対見てください。さよなら。さよなら。来たー、よかったよかった、当たったよ。いや、いいよ、非常にいい。俺この台打ちたい。あ、打ちたい。あ、いいよいいよ、だって当たるんですよ。当たる当たる。